バヌアツにおける丹那島の位置丹那島とアニワー島。丹那島は南太平洋バヌアツ共和国に存在する島。ニューヘブリディーズ諸島を構成する島の一つで、イロマンゴ島と同じタフェア州に属する。40km×19kmほどの大きさで、面積は約550平方キロメートル。火山島であり、島南東の活火山ヤスール山では噴火口を目の当たりにすることができる。イギリス海軍船レゾリューション号を率いたジェームズ・クックが1774年8月に丹那島東岸に到達し、その地をポートレゾリューションと名付け上陸した。1974年にフランス語系だった丹那島は丹那共和国として独立を宣言したが、フランス軍による島の制圧で終わった。バヌアツで最も肥沃な島の一つであり、カバ、コーヒー、ココヤシ、コプラ、その他の果実、野菜を産する。近年、火山景観や伝統文化に魅せられる観光客が増加し、観光業の重要性が増している。観光資産保護のため、観光ガイドの免許は現地民に限られている。カーゴカルトの一種であるジョン・フラム信仰が残っており、第二次大戦初期の米兵を神として信仰する記載が現在でも催されており、観光対象ともなっている。https://tconversation.com アワードウィニングフィルム丹那セッツロメオ&ジュリエットインザサウスパシフィック-49874ありがとうございます。